食用バナナ、デザートバナナは地植えがベストだと思いますが、その他に私はポット植えでもあれこれ育ててはいるんですね。苗の段階で一時的にポット植えする場合と、あと低木性栽培、根域制限による低木性栽培でどうなるかの実験用に、例えばそこに見えているのは口径35センチメートルの不織布ポットに植えたタイベジタブルバナナですね。こちらは口径30センチメートルの陶水ポットに植えてあるメリクロン苗からのドワーフナムワーですね。反対に回ってみますと、ここは私の土置き場にしてるんですが、なんか植えてあるんではないんです。不織布ポットに畑とか山の土を入れてて、ポット植えの整理をするときに使うためですね。で、口径35センチメートルの、さっきタイベジタブルって言いましたかね、そうじゃなくトールナムワーですね。トールナムワーで一度家計のカットバックをせざるを得なかった苗です。すみません、手前にパパイヤの苗が挿してありますけれども、これはおまけですね。こちらが先ほど言いました口径30センチメートルの陶水ポット植えのメリクロンのドワーフナムワーですね。畑に植えて台地に預けるというか地植えですね、地に預けておくのが一番楽ですね。水やりとかしなくてもいいですね。猛暑期といえどもこれぐらいの大きさになってきた地植えの銀バナナでしたら、放っておいても枯れることはありませんしね、1ヶ月ぐらい踏んなくても枯れて死ぬっていうことはまずないですね。それまでに活着して粘りが良くなっていますからね、地植えの場合は。あとは育苗するために地植えしているのと、ここで育ってもらうんだというような、例えばこれは沖縄マイソールと私が仮に呼んでいるものです。沖縄バナナのバナナの M さんのご尊父がどこからか導入してずっと育てていたマイソール、マイソーレじゃないかと思われるものですね。そちらはデュスレーですね。あとは何度も撮影しているこの辺はタイベジタブル、そちらナムワ、この辺ナムワですね。向こうは銀バナナとか、家の中央にあるのはナムワトールですね。あちらは銀バナナとか、あとは基本的には全部地植えなんですけれども、中にはカットバックせざるを得なかったものとかで、実験するのにこういうふうに陶水ポットに植えて差別化しているものもあるにはありますね。これらはですね、万一1ヶ月猛暑が続いて雨がほとんど降らないとなると、やはり水やりが必要になるんです。でもこういうふうに地植えであればですね、これはナムワトールですが、地植えであれば水やりは全く必要ありません。私はバナナに水をやるなんていうのは馬鹿げたことだと思っています。地植えならですよ。鉢植えではやむを得ないと思います。
まあ、あと日照があまり当たらないところなんかにもですね、まあ、ドワーフナモアのメリクロン苗はたくさん持っていましたので、どれぐらい成長するんだろうと思って日陰にもわざわざ植えてみたりはしていますね。アイスクリームバナナハートがぶら下がってきましたね。この前移植したのはうまく活着の兆候があります。アイスクリームバナナのバナナハートを下から見るとこんな感じですね。苞が、まあ仮の方か苞が1枚2枚剥げましたから、その次で花が出てくるでしょう。雌花が出てくると思いますね。ナムワトールも随分と背丈が、まあ、見上げないといけないような高さになってきていますが、そうですね、出来するにしてもやや遅い時期になってしまいますね。9月に入っちゃいますから、まあ8月末までに出てくれればなんとかなるんですが、9月でも初旬早めまででしたらね、なんとか収穫までこぎつけられるとは思うんですが、ちょっとこれは遅れていますね。いろいろな意味で気象条件、まあこちらのタイベジタブルなんかでもいろいろなダメージを受けてですね、本当は今年じゃないかなと見ていたのが、まあ、とんでもない葉っぱを何枚も出してきて、その後やっと正常葉が出てきてと、まあ、1年損したような感じの株も結構あります。まあしょうがないですね。まあ地植えの場合はですね、出来して収穫できたらそれで良しとしてますという姿勢で私はやっています。いついつに結実収穫を狙ってというよりも、一旦植えたならあとはもう気象条件任せという感じですね。